自民党県連の定期大会には県内の党員や支援者ら200人余りが参加しました。参加した茂木幹事長は、派閥の裏金問題で党に対し厳しい目が注がれている、深く反省し改革を進めていくと述べ、政治資金規正法の改正案を今国会中に成立させ、党改革を進めていく考えを示しました。党改革を進めることによって、全く新しい自民党に生まれ変わる、こういう強い決意を持って取り組みを進めてまいりたいと。大会では古賀県連会長をはじめ役員全員の再任が承認されたほか、次の衆議院選挙に向けて体制を整え、党勢拡大を進めていくとする大会アピールが採択されました。